わけで本日はこちら王子駅から徒歩 1,2 分ラーメン博多王子さんにやってまいりました。というわけでびしょ濡れ王子との呼び声を欲しいままにしている私、いやここに向かう途中ね、急にもうゲリラ雷雨的な大雨降ってきて、もうバイクで向かってる途中もうびっしょりだったんですけれども、いやこんなずぶ濡れ濡れネズミの私、いやーやっぱりね体の芯から温まりたいなっていうことで、なんとこちらの博多王子さん終日ライスのおかわりが自由とのことで、そういったサービスも温かい、もう早くね温めてほしいということで、もう今も雨降ってますからね。はい、それでは今日も張り切ってガガガガでしょ。さあというわけで今回も懲りずに、いや本当に懲りないよね、マジで。あの土砂降りの中バイクで向かってると、あれ俺何やってんだろうみたいなこと考えたりしましたもんね、とかどうでもいいんですよ。というわけでこちら博多王子さん、果たしてどんなラーメンいただけるんでしょう。それでは現場のタケナコさん、はいはい、こちら現場の俺がタケナコで、はい、というわけでこちらが特製豚骨。少し前にお伝えいたしました和倉さんとは違って、ザ・豚骨ラーメンといった感じでね、豚骨独特のまろやかな豚臭たまりませんね。それでは早速いただきます。豚骨のまろやかさ、マイルドな感じは前面に出てくるんですけれども、決して後味がしつこいっていう感じがなくって、後味のキレがあってもグビグビ飲めちゃうといった、そういったタイプのスープですね。はい、それではこちら豚骨ラーメンといえばの細麺ですよ。なるほどね、麺の硬さは固めで頼んだんですけれども、シャキシャキとした歯ごたえ、そして何よりこのあったかいスープ、雨にびしょ濡れの私にとってこれは本当に夢、決まりましたね、これは夢です、これですよ、温まるな。はい、それではこちらチャーシューいただきましょう。いや、こちらシンプルな味付けながら少々香ばしくって、チャーシューだけでご飯が進むタイプのチャーシューですね。はい、それではこちらチャーシュー玉いただきましょう。いや、シンプルな味付けでこの黄身のぬるっとした食感、じゃあ濃厚な味わいとともにこの味玉もご飯とよく合いますね。それではこちら替え玉投入していきましょう。いや、麺の量が増えて麺の美味しさをダイレクトに感じることになってきて、いや、これ何回でもおかわりできそうな感じしますね。はい、というわけでこちら完食です。はい、というわけでいただいてきましたけれども、いやお店出たらもう雨止んでやんの、いやこれですよね、この変わりやすい天気、皆様も十分お気をつけようといった感じなんですけれども、いや肝心のこちら博多王子さん、スタンダードの豚骨ラーメンといった感じでね、皆さんが思い描く想像した通りの味わいなんですけれども、ライスがおかわり自由だとか、もうスープがあったかくってね、なんだか心まで温かくなるような、そういったホッとする味わいでしたね。というわけで皆様もご興味ございましたらぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。といったところでまた次回の動画でお会いいたしましょう。本日はこちら
博多王子さんよりお送りいたしました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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 バ